夏進ススリンは中華民国の国際法学者、教育者、外交官、自は店長。夏進ススリン別影フーズ封印、チャイナフォースエード、教理で初等教育を受けた後、1910年より天津映画学校に入学する。1914年、イギリスに留学し、ロンドンのミルヒル学校で学んだ。その後、グラスゴー大学に進学し、科学学士を取得。 さらに、エディンバラ大学に入学して、文学修士号、哲学博士号を取得した。1922年に帰国し、異界へ改修時よろし公書ただ主弁秘書を務める。1923年からは、私立上海南方大学で、文科主任、教授となった。1927年、国民政府外交部秘書となったが間もなく辞任する。以後、 小立上海商科大学、東呉大学法学院で教授を兼任して、国際法、外交史、英文学などを教え、さらに、上海のメッドハーストカレッジ校長にもなった。1929年、京都で開催された第三回太平洋、問題調査会に出席する。百三十一年、法王をして、軍縮会議に出席し、そのまま、イギリスに赴いて、 中英公使館一等秘書となった。その後帰国し、1935年1月に中華民国立法院立法委員に任ぜられ、また持ち私学院教授も務めている。国境内戦の後に台湾へ移る。1949年から1956年に、かけ国際連合で安全保障理事会、中華民国副代表と、 経済社会理事会中華民国代表を歴任した。また、外交部顧問も務めている。1956年に外交官としての経歴を終了し、以後ニューヨークで教員となった。1993年、同地にて死去。去年98。ありがとうございます。